ありがとな。やあ。ありがとな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 。よかった。まだ出発してなかったか。なあ、それはな。可愛い弟子の顔を見てから出発しようと思ってね。また冗談を。師匠、今回は長くなりそうなのか。さてな。だが聖学士団からの依頼だ。簡単な狩りではないだろうな。そう。心配いらん。俺はお前の師匠だぞ。お前の師匠は狩りの達人だ。すぐに終わらせて帰ってくるさ。なんだその不服そうな顔は。私が心配しているのはそこではない。寄り道はほどほどにな。
ぐらいダメか。ダメに決まっている。忘れたとは言わせないぞ。狩りの依頼の手付金を賭けごとに使って、逆に借金をこさえて帰ってきたの。あれな、ビクターホローの舞踏大会で賭けをした時のことか。魔物の強さはわかるんだが、人の強さを見切るのは苦手でな。それならなぜ賭けなんかしたんだ。エリザに立て替えてもらって、この間返済が終わったばかりだぞ。本当に狩り以外はいい加減だな。一の矢の失敗は二の矢の成功ってな。俺みたいになるなってことだ。そこでため息をつくな。ちょっと情けなくなる。お前だけが頼りだ。師匠をしっかりと見張ってくれよ。そらないじゃないか、相棒。俺よりハーギットに懐きやがって。それこそ人徳というものだなあ。クエの根も出ねえな。待たせたわね。あら、ハイット、お見送り。ああ、エリザ、寄り道しないように師匠に釘を刺しにな。確かに、あんな大金何度も貸せないからね。くそ、味方がいねえな。友人である前に私は成果騎士よ。依頼主であることをお忘れなく。へいへい、依頼主様。よろしい。長くなりそうなら手紙でも送らせるわ。あなたの師匠借りるわね。ああ、気をつけて行ってくるといい。いつも通りこの森のことは任せろ。ああ、行ってくる。あんなこと言ってもう一年経ったが、あれからよこした手紙が一通だけとは。師匠は本当にいい加減だな。よー、ハンイット、俺だ。お前のお師匠様だ。気取った時効の挨拶は省くぞ。いつ届くかもわからんからな。聖火騎士団からの依頼を受けて3ヶ月、俺は標的の獲物を追っている。赤目と呼ばれる魔物だ。赤目って名前も聖火騎士たちがつけたもので、正体は全くわからん。こいつはなかなか厄介だ。罠には引っかからんし、時々俺の動きを読んでいる気もする。知能が高いのか勘がいいのか、なかなか尻尾をつかませてくれ。こちらに気づいたのか、そろそろ縄張りを変えそうだ。赤目の移動先はストーンガードと俺は睨んでいる。
お前相手にごまかしても始まらん。だから正直に言っておく。この狩り長期戦になる。だがまあ心配するな。必ず赤目を買って森に帰る。それまで村のことは頼んだぞ、アイト。心配性の弟子へ、ザンターより。珍しい。師匠が素直に時間がかかると言うとは。赤目とはそれほど手強い獲物なのか。それともこれはただの寄り道の口実？いや、確かにいい加減で調子が良くて軽い人だが、やると言ったことは必ずやり遂げる、そういう人だ。ああ、そうだな、リンデ。私は師匠に任された通り、村の狩人の職務を全うするのみだ。仕事の依頼が来ていないか、村長のところに行ってみるか。やあ。いや。そうか。頼むぞ。ええ。行け。始めよう。かかってこい。私いい戦いだった。怖っ。いや、ありがとう。行け。始めよう。狙い撃つ。わっかっ。いい戦いだった。ああ、よかった。ねえねえ。ん？それはねえ。わかった。
さて。ふう。頼むぞ。そうか。承知した。それではの。ああ。どうも。いや。ええ。ええ。それは。承知した。そうか。ここからが本番だ。横一文字切れ。
ライフスティールだ。あっ、雷鳴よ、驚き響け。どう動く？狙い撃つ。相手に敬意を払う。ありがとう。授業の時間だ。じゃっ、危ない危ない。まさか。授業はこれで終わりだ。まったく。そうだな。いや、
しそうだ。狙い撃つ。使え。さてどうしようか。せい。ここからが本番だ。行くぞ。そうだ。氷を切り裂け。かかってこい。行くぞ。狙い撃つ。よっ。さてどうする。本気を出す。氷を切り裂け。ここからが本番だ。そう、ラッ。覚悟はいいか。覚悟はいいか。どう動く。行くぞ。さあどう出る。やっ。なかなか考えがい。あっ。かかってこい。私の出番だな。なかなか考えがいがある。やっ。ここからが本番だ。あっ。どう動く。さて本気を出す。覚悟だ。氷を切り裂け。狙い撃つ。覚悟はいいか。さて氷を切り裂け。そうだ。氷を切り裂け。使わせてもらう。えいっ。行くぞ。ライフ。覚悟はいいか。はい。さあ、氷を切り裂け。狙い撃つ。やってみそうだ。
さて、どうしようか。これでどうする。狙い撃つ。どう動く。使え。さて、これを使え。なかなか考えがいがある。集中していこう。やっ。行くぞ。おう、よっ。いい勝負。お前の命を糧とさせてもらう。全てを奪いはしない。お前もこの森の糧となる。そうやって他の命をつないでいくのだ。いい子だ。そうだ、命はみんなのものだ。草を食べる獣を肉を食べる獣が食べる。その肉を食べる獣もより強い獣の糧となる。そして強き獣も死ねば他の獣たちの命をつなぐ糧となる。それだけではない。屍は土へと、草を茂らせることになる。その草をまたそれを食べる獣が糧とする。森に住まう者みんながつながっているんだ。どんな時でも絶対に生き抜け。ほんと、狩りのことだけはいいことを言う。いつもそうだと助かるのだがな。さて、帰るとしよう。襲われた人たちを弔わないと。やあ。お願いする。はい。大丈夫だ。ああ。頼む。
さて、ザンターを探しに行くのか。ああ、この子が助けを求めてきたからな。師匠からの手紙にはストーンガードに行くとあった。まずはそこに向かってみようと思う。あのザンターが窮地に追い込まれたか。にわかには信じがたいが、ハーゲンがお前のもとへ駆けつけたのだ。確かにただごとではない。気をつけて行ってこい。ああ、村のことは任せた。ただし無理はするでないぞ。そこはザンターに似なくてよい。心に留めておく、村長。では行ってくる。必ず師匠と一緒に戻る。だから無事でいろ、師匠。やあ、ありがとな。やあ。ありがとな。
ありがとな。授業はこれで終わりだ。ありがとう。
ありがとな。リアナ。今日の良き日に聖火のお導きがありますように。今日の良き日に聖火のお導きがありますように。感じがしますね。出発の日が近いからかな。ちょっと緊張しているのかも。リオナ、大丈夫。私のことは心配しないで。ちゃんと儀式を成し遂げるから。20年前、父様も儀式をやり遂げたわ。娘の私が失敗するわけにはいかないもの。リアナは本当にすごいですね。え？ヨーセフ大司教様の娘としてずっと周囲から期待されています。この前の信徒の皆さんへの講話も堂々としたものでしたし、今回の儀式だって一人で立派に果たそうとしています。そんなことはないわ。みんなのおかげよ。講話だってその内容をオフィリアが一緒に考えてくれたからできたことだし。あなたの力に慣れているなら嬉しいです。ありがとう、リアナ。さあ、オフィリア、礼拝堂に行きましょう。Thank you.
二人ともここにいたのか。ヨーセフ大司教様。父様、何か用事？いやいや、気にせんでくれ。そのままお勤めを進めなさい。はい、わかりました。しかし、二人とも大きくなったな。オフィーリア、君が私のところに来てからもうすぐ15年になります。15年か、大きくなるわけだ。孤児だった私を引き取って育ててくださった大司教様のおかげです。本当に感謝しています。改まる必要はない。これも聖なる日のお導きだ。オフィーリア、私も父様もあなたの家族よ。家族が一緒に過ごしてきただけなのに感謝するなんておかしいでしょ。ディアナ、そうね、そうでしたね。父様だって教会では大司教様だけど、家ではのんきなおじさんですもの。のんきなおじさんとはって厳しいな。お勤めが忙しいのはわかるけど、家のことは全然やらないんだもの。少しは手伝ってほしいわ。やれやれ、こいつはかなわん。聖歌教会の大司教様も娘の前では肩なしですね。まったくだ。さて、リアナ、原初の洞窟へ行く準備は整ったのかな？はい、もちろんです。洞窟の最奥にある原初の炎。その炎から授かりし種火を携え、各地の教会の聖火をめぐる。それが20年に一度行われる式年奉火の儀式だ。町から一歩外に出れば、そこには無法者や魔物が待ち受けている。各地の教会を巡る旅は危険を伴うものとなるだろう。だが、お前ならやり遂げられる。皆もお前に期待しているぞ。はい、父様。私もその期待に応えたく思います。20年前に父様が式年奉火の儀式をやり遂げたように。父様、大丈夫ですか？大司教様。いや、心配
配ない。私もそろそろ年かな。そんな弱気なことをおっしゃらないでください。大司教様から教えていただきたいことはまだまだたくさんあるのですから。そうです、父様、オフィリアの言う通りです。だから今日はお勤めを休んでゆっくり体調を整えてください。教皇聖下には私たちからお伝えしておきますから。では二人の言葉に甘えるとしよう。今日の礼拝の準備は任せたよ。はい、大司教様。じゃあ私は父様を部屋までお連れするわ。はい、リアナ、こちらは任せてください。あの、安心して。陛下の加護と祝福のあらんこと。ええ、お願いです。ありがとうございます。ありがとう。もし、
はい。はじめまして。あの、ありがとうございます。いえいえ。大変です。はい。そんな。いえいえ。大司教様。落ち着いて、オフィーリア。ごめんなさい、リアナ。それで、大司教様の具合は？今は安静が必要です。どうか、お騒ぎにならないよう。ご安心ください。お眠りになっただけです。リアナ。リアナ様、大丈夫ですか？私は大丈夫です。少し外の風に当たってきます。リアナ、気丈に振る舞っていたけれど
リアナ、大丈夫？オフィリア。しまうから、もうすぐ式年放火の儀式に旅立たなければいけないのに、あんな状態の父様を置いていくなんて。落ち着いてリアナね。
ったからね。一緒に遊ぼう。ダメ？オフィーリア、泣いてるの？ごめんなさい。はい。やりましょう。まあ、それでは。やばい！はっ！ここからが本番。やっ！さあ、どうか。はっ！せい！この程度では不合格。これが どうも。ええ。祝福のあらんこと。
切り裂け。行くぞ。覚悟はいいか。これを使え。頑張ります。ライフスタイル。さて。なかなか集中して、うん、頑張ります。横一文字切り。行くぞ。なかなか考えがいがある。せい。行きましょう。傷を癒したまえ。なかなか考えがいがある。やっ。覚悟はいいか。せい。行くぞ。これを使え。守りのバランス。さて、どうし、氷を切り裂け。負けません。傷を癒したまえ。覚悟はそうだ。さて、攻撃を、氷を切り裂け。頑張ります。傷を癒したまえ。ここからが本番だ。さあ、氷を切り裂け。覚悟はいいか。傷を癒したまえ。氷を切り裂け。行くぞ。おう、はい、覚悟ライフスティール。負けません。さあ、どうだ。やっ。ライフ。覚悟はいいか。よ。頑張ります。これを。氷を切り裂け。ライフスティールだ。さて、どうして。あっ、雷鳴よ、驚き響け。負けません。行きます。行くぞ。横一文字切り。
かなか考えがいがあるね。火炎よ、焼き尽くせ。さて、よっ、行くぞ。いただきます。頑張ります。光、さて、どうしようか。せい、行くぞ。ライフスティールだ。終わりだ。これが オフィリア、実は、父様、大司教様。すまない。父様。うむ。あの、なんだね。お願いです。オフィリア、オフィリア。はい。ああ、オフィリア。リアナ。でも。大きな怪我はしていないようだね。はい。ろくな準備もせずに洞窟に行ったのだろう。まったく無茶をしおって。申し訳ございません。オフィリア、お前は本当に優しい子だね。大司教様。原初の洞窟に行ったのは、私とリアナのためだろう。
前が儀式を行うようになったことは、私から教皇陛下にお伝えしておこう。その心構えと手順はリアナに聞くように。時間は少ないが、お前なら大丈夫だろう。大司教様。お前の優しさは聖火のようだ。そして本当に温かい。大司教様、私は…オフィリア、私は君を引き取るときにある夢を見たのだ。夢ですか？ああ、君が聖火を携えてやってくる夢だ。今思えば、あれは予言だったのだな。リアナは本当によくできた娘だ。大司教の娘として、期待に応え続けてきた。だがその期待に応えようと無理をしてしまうところがよくある。リアナには言っていないが、私は恐る。大司教様。いや、自分の体のことだ。誰よりもよくわかっている。大司教様、これからもリアナと二人仲良くな。お前たちはどちらも私の自慢の娘だ。大司教様。ありがとう、オフィリア。それじゃあリアナ、行ってきます。オフィリアも気をつけて。今日は父様の具合も良かったみたい。自分もオフィリアを見送るんだってずっと聞かないんですもの。だいぶ元気になられましたね。私、オフィリアに謝らなければいけない。オフィリアの儀式に行くと言ったとき、一瞬ほっとしてしまった。これで父様のそばにいられる。私のために危険を犯した。オフィリア、ごめんなさい。しないで。私こそ勝手をしてごめんなさい。今ならオフィリアの優しさがよくわかる。他の誰でもなく、あなたが変わってくれた。こんなに嬉しいことはないわ。ありがとう、リアナ。セントブリッジ、ゴールドショール、そして最後にここフレイムグレイス。それぞれの町の聖火に注ぎ火を行うのが式年放火の儀式ですね。
長い旅になるかもしれないけど、何かあればすぐに助けに戻りますから。ありがとう。オフィリアも気をつけて。まずはリバーランド地方にあるセントブリッジの町ですね。では行ってきます。聖火のお導きがありますように。聖火のお導きがありますように。なるほど。こんにちは。ほうほう。なるほど。なるほど。ほうほう。なるほど。これは。ほうほう。なるほど。なるほど。
なる。失礼。